どうもしるこです。嘘はつけません、じらいちゃんです。1857です。カルテットです。アコ太郎です。君はバカなのか、俺はバカだミントです。はい、じゃあ今日はね、6人でフェインというね、基本人狼ベースのねゲームをやりたいと思うんですけども、こちらのゲーム特色としまして、村人側にバカという役職が存在して、バカという役職は何かというと、自分が何の役職なのかもちょっとなんて言えばいいんだこれ。自分がだから役職を与えられる、役職が与えられると思い込んでしまう役職、そうそうそうなのかな。まあ言ってしまうとリアル狂人みたいな、役職がシステム側でね用意されてるんで、そういうところも注目して遊んでいきたいと思います。では早速作っていきます。ちょっと役職がねまだね分かりきってないんで。ああ。なるほど。投票開始？バカです。話し合っていくしかね。この中になんかスキップなでもあるよ。最初はスキップします？スキップでしょ。とりあえず最初まあ話し合いながら。おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。役職がね左上にあるんですけど、ルックアウト、夜に選んだ人の家に誰かが来たかを見ることができる。トラッパー、夜に選択した家にトラップを仕掛けます。その家を訪問した人のうちランダムに1人の役割の使用を失敗しますと。でバカは無実の役割をランダムで取得します。自分は役割を使っているつもりも実際には何もできません。なるほどね。じゃあこの時点で多分バカの人は何かの役職についているとすでに錯覚しているってことでね。そうですね。バカがいるってこと？自分もそうなんだ。もしかしたら。可能性がいいでしょう。自分はバカじゃないと思ってんの？いや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 。あともう一人役職がドクター。役職開示したい人います？自分これだよって人。ダメませんか？ダメですか？まあドクターの方ちょっと様子見たいよね。おお。どう思うだろうね。ちなみにドクターの役職は選んだ人が夜に殺された場合復活することができる。そう。でもこれドクター今明かしちゃったらその狙われちゃうからきっと。そうですね。そう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 。だから言わない方がいいですけど、もう言いたい人いたら言ってくれてもいいよ。今なんかでも民兵さんなんかドクター明かそうとしてるのちょっと怪しくない？いやいやいやそんなことないですよ。怪しいです。今のちょっと偏りの意見じゃない？バカってさどっち陣営なのかもわかんないの？バカ。あそういうことね。そうそうそう。徹底的にバカだから。まあでも一応村人陣営です。バカはね。村人陣営なんだけど村人をかき回しちゃうのがバカっていう役職なんで。ちなみにしるこさんに1票入ってるけどこれ何？早くない？バカいいじゃん。ちなみに俺じゃないよこれは。じらいちゃんでもないよ。誰？入ってんだこれ。どうやって入れるん？家をクリックして投票。もうそしたらキャンセルできない。誰か俺を釣りたい人がいるなもうすでに。いや、まこ太郎くんでしょ。いや、なんか、待ってみんな。右の方の。いやいやいや、俺じゃない。もうとりあえずスキップしました。とりあえずスキップしたわけないから。オッケー、あと一人誰かスキップ。これ1入っちゃってるけどいいのスキップして。1釣られちゃわない？大丈夫やろ。スキップが多いから。あ、そういうこと？そうそう、多分。はい、シルカモデレーターです。何モデレーター？あ、もうこの間になんかするんだね。ここね。まあドクターの人はこうねドクターとかまあ役職の人はねいろいろこう守りに行ったりとか。そうだね。守る。いや誰やられちゃうんだろうな。誰が誰なんかやりたい人がした方がいいですよね。誰がインポスターなのそもそも。しるこさんドクターっぽかったよななんかわかんない。なんか臭いね。なんかムーブ臭かったわ。なんか今どうなってる？まあそれぞれのなんか見えるんじゃない？すごいこんななんだ。あれ違う？なんか黒い人が？はい。これ多分これどこまでみんなが見えてん？わかんないね。見えるとこわかんないからちょっと言えない。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやー、どうだった？みんなそれぞれの仕事はできた感じかな？やったよ。なんかやったけどね、何にもね。何も多分やれなかった。何も起きなかったよね。何も起きなかった。あれなんか平和だな。この平和だった。平和だね。誰もなんか白々しいな。なんかどうしたの？言いたいことでもあるの？ちょっと待って、これじゃあトラッパーが成功したんじゃないの？違うの？これ優秀なトラッパーがいたってこと？そういうこと？でも多分私の予想を言っていいですか？はいはいはい。多分しゅうこさん、あなた一回死んでますね。え？そうなの？ちなみに右下のログって何が見えるの？右下のログは自分のやった行動が成功したかどうか見えるんですけど、多分あなた一度死んでます。俺死んでんの？俺一回死んでんの？ここはもうやっぱ言っていかないと多分進まないんで私言うんですけど、あなた死んでるわよってこと？私あなたを一回直しました。嘘。2周目2周目ってこと？ちょっと待ってちょっと待ってちょっと直したってことはだから直したってことはウィンウェンさんは今私はドクターです。いやいや待ってください。中尾はドクターってことでしょ？私がドクターです。いや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 待ってください。おかしい。でもこれしゅうこさん嘘ついてます。あれ？いやいや自分箱太郎ねちょっと守りに行ったんですけど失敗しちゃったんですよね。失敗しちゃった？バカだからじゃないですか。いやいやいや襲われなかったってことですよ。要は多分そうですね。ああここででも俺成功してるから成功してるってことだって核だよね。優秀なトラッパーがいたんじゃないのこれ？そうそうそうトラッパーでやった。優秀なトラッパーが守ったんじゃないの？トラッパーの人は自分のとこのログ見るとドクターが確かに自分のとこ来てんだけど×ってなってるんだよね。そうドクター発動してないんじゃないかな。あ、そうじゃん。ドクターが来てますけど、バツってなってますよ。俺と民兵さんはおそらくお互いスカったっていうドクタースカにしてる。ちょっと待って待って待って、じゃあ確定でどっちかがバカってことか、もしかしたらこの2人がバカ、どっちかがバカのどっちかがドクターってことだよね。いやだからはいバカはダメ。ここでバカなわけ。俺が優秀なトラッパーです。俺が優秀なトラッパーさん。だからはいはい。ここ3人は村人陣営です。はいはい。なるほど。で、分かった分かった。じゃあ地雷ちゃんもそうですね。地雷ちゃんもルックアウトです。本物でもね。マジ俺もなんだけど。地雷ちゃんもルックアウト。やばいここで見て。いや怪しいな。怪しい3人ちょっと待って。怪しい。ルックアウトで地雷ちゃんを見てて何も起きません。ちょっと乗っかってきたのは怪しいから。あと1回いないだろこんな。俺マジでルックアウト、マジでルックアウトなんだけど。コタロウさんもルックアウトだったの？僕もルックアウトでした。3人もまあランダムいるから。バカ2人に挟そう。2人の可能性はあるかも。ランダムだから。あ、ランダムだから。確かに確かに。でも誰かはバカか嘘ついてるか。ドクターの2人の可能性もあります。そうですね。確かにドクター。いや待ってでも待ってランダムが。どれだ？どれがバカなんだ？ランダム入れたことでちょっと難易度が跳ね上がってる。確かに。バカ3人見てかされ。かぶる可能性もあるのか。ってことだね。もちろんある。あ、ちょっとねこの夜にね役職を行ってください。何が起きるやろ。今日が最後の夜か。あー何があるんだろうな。あれちょっと誰だお前。あいて。何これ。なんか今悲鳴が聞こえたぞ。あいてって。これは誰か死んだから喋れなくなってたぞ多分これ。ああこれ深いな。ちょっと喋んない方がいいかも。でもねみんな生きてるよ。おはようございます。おはようございます。おはようございます。やりましたよ。自分やりました。ああな自分やりました。自分昨日の夜ちょっと待って、僕先言わせて。カルテットさん見てました。はいはい。おミントさんがやってきました。はい以上です。ああなるほど。しかも言ってますよね。うんということは私はインポスターじゃないというの分かりますね。まあ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 バカはインポスターではないから。はい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 。もういいですか。すごい重要な情報言いますよ。あオッケー言ってください言ってください。自分ドクターなんですけど昨日の夜18君の家に行ったところ成功しました。あそう成功です。中術成功です。つまり復活させました。誰にやられたか分かるってこと？一度死んでます。一度死んだ人間です。いややられた人は見えない。真っ暗。誰がやったか見えない。だからシルコちゃんが直したどうかもわかんない。ただ見知らぬ医者に俺は助けられた。助けました僕。え、ちょっとこの家来たことあるの？民兵さんが言ったみたいな。ああ、そうかそうか。ああ、そうそう。それもわかんない。ってことはさ、ってことはちょっと待って。え、じゃあ一人だけ浮いてんだよな。だからもうこれバカは。じゃあ一個地雷ちゃん、待って地雷ちゃんの行動を証明するんだけど、地雷ちゃんは1個分かってて、まだみんなが言ってないことで分かってることがあって、18さんが民兵さんの家にトラップを多分仕掛けに行った。どういうこと？え、民兵さんのお家で待ってたら、なんか18さんが民兵さんのお家に入ってったから、それを見てたから、多分18さんが民兵さんのお家にトラップを仕掛けようと思ったんだなっていう。なるほど。昨日シルコちゃん家に仕掛けたからトラップ。あれ？ジャイちゃん？ジャイちゃん？あれ？あら？あれ？ジャイちゃん？何者？ジャイさんトラップ仕掛けてないの昨日民兵さんの。いやシルコさんとこ。いやでもハコ太郎が見たんじゃないの民兵さんのこと。俺のこと見てるからそう。俺は。え、地雷ちゃん昨日民兵さん家でいたら18さん入ってきたよ。カレテツさんは昨日何してたんじゃん？俺何もしてないよ。うん、俺母さんとこ行ったもん。どっちかじゃない、ここの二人。え、ルックアウトなのに何もしてないの？何もしてないは嘘じゃない？それは。クリックしてできなかったよ。ちょっと俺バカなんじゃね？おお、顔それ。これでも。どういうこと？カレテさんバカなんじゃね？自分の仕事してないんじゃない？うん。俺一応成功になってるから、母さん普通家にいたから、カレテさん説は多分。え、俺家にいたんだよ。俺家にいた。家にいた。だけどハコ太郎くんも見てるし、俺も言ってるから、カルツさんは動いてない。俺動いてない。インポッターの役割がさ、確かにわかんない。インポッターだってなんか役割持ってるから。ああ、まあ確かに確かに。ああね。どうしよう。え、どうしよう。え、どういうことなんだろう。え、どっちかなんじゃないかなと思ってるけど。俺は地雷ちゃんに地雷ちゃんに入れるわ。さすがに罠のくだりで。みんなひどい、なんか。なるほど。ガチのマリコット。なるほど。そういうことか。バカなの。なるほどね。言うな。バカだな、しょうがねえわ。思い込んでたんだな、バカだって。バカの厳しい世界だな。じゃあ何？民兵さんなんだろう？バカじゃないんだ。わかんない。もしかして俺もちゃんとしたドクターなのか。2人いるんだ。あるのかないのか。ドクター2人の、ランダムのドクターの可能性ある。そうそうそう、ランダムドクター、そう。ああ、なるほど。ああね。これ、ランダムむずいぞ。あ、やばいやばい。何するのこれ。なんか他の人の家をクリックして、なんかするんだけど。あ、クリックするんだ。クリックしただけじゃダメなの？一人、これね。え、待って。あ、あ、え、あ、え、どうした？やられてる。これね、ごめん、言わしてください。言わしてください、これ。いいですか？すいません。これね、箱太郎くん昨日いませんでした、家に。私行きました、箱太郎さんの家に。夜に、箱太郎さんはいませんでした。皆さんどこいました？僕、また家にいました。一夜塾の家にまた助けに行こうと思ったら、今度選べなくて。はい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 。もうすでにやられた後だったのかもしれない。もしくは、もう2回目はできないのかもしれないです。ああね、はいはい。ああ、一回助けられてるからってこと？え、箱田さんどこ行ってました？え、僕なんか黒い影が家に来て、でその後ミントさんの家に行って覗いてましたけど、誰も来なかったです。入れ違いだったってことですかね？え、わかんない。でも家に行ったんですよ。家に行って黒い影が入って。ちょっと待って。カルテツさんじゃないとりあえずなんかだって何の職業なのかがよくわからない。一番ちょっと怪しい。確かに不明。ルックアウト。不明なもんだって。確かにルックアウトだってルックアウト箱太郎もなんでしょ？そうってことは今ドクターが2人ルックアウトが2人っていう状況なんだよ。意味がわからなくないこれ。だからシルコさんは白角でしょ？その白角で直してるから直してって話だったもんね。民兵さんがバカだと思ったのに地雷さんがバカだったからちょっと困ってるんだよね。そうです。白太郎君は一応俺が上行っちゃったからミントさんのシルコさん以外が今全員グレーってこと？じゃあごめん、カルテッチに行きます。俺もカルテッチだな。こうだけだと。俺も自分に出るわ。ルックアウト。あれ一応、あ、そうなんだ、やっぱ。インポスターのルックアウトなのね。あ、なるほどね。はい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 。バカ2人おる。バカ2人おる。バカ2人は困るって。2人もバカいるって。バカ1人でいいよ。やばい。え、面白いわ、これ。いや、これさ、俺途中でさ、ルックアウトなのに、俺これ人狼なんだって気づいて、マジで、えと思って。まあね、でもみんな人狼だってことは分かんないですか？そう。みんなだから、赤か緑で。漢字に書いてあったら人狼だけど、ルックアウトっていう役職がこの色で表示されるのかと思って、俺。あ、なるほどね。どういうことこのゲームって思って。めちゃくちゃ面白いじゃん。すごいね。え、これルックアウトの能力も使えるってこと？使えるね。選べるどっちか。なるほどね。あ、そうなんだ。あー、へー。あー、すごい。これはなかなかすごいな。もう一丁いきますか、じゃあね。あ、オッケーです。いきます。はい。